オス、案内役の東条朝香です。今日も元気に。気になる中国原子力潜水艦の話が入ってきました。それは海上自衛隊潜水艦によってあっさりと探知されてしまった。残念なお知らせと海外の反応も合わせて見ていきましょう。中国の原子力潜水艦、激しい騒音で日本海上自衛隊に探知される。中国原子力潜水艦の激しい騒音で日本の海上自衛隊に探知されて2日間、追尾されるという侮辱を受けたと、香港サウスチャイナモーニングポスト紙は29日報じた。同紙は093A型と呼ばれる中国の110メートル小級原子力潜水艦が今月10日に日本と中国の領有権紛争地域である尖閣諸島、中国名釣魚島沖の海域に侵入したが、日本の海上自衛隊に探知されて2日間にわたり追跡された挙句、12日には公海で中国国旗である五星航旗を帆柱に立てたまま水面上に浮上したと伝えた。当時国旗を立てたまま浮上したのは尖閣諸島に対する領有権を主張するためだったという見解もあるが、一部の専門家は激しい騒音の中国原子力潜水艦が日本の艦艇と軍用機の追尾にあって公海にやむなく浮上したものだと主張している。今回探知された潜水艦 093A型は騒音が大きすぎた。環球原子力潜水艦091型の短所を克服するべく中国海軍は建造した潜水艦だという対艦クルーズミサイルを装着した093A型は米国ロサンゼルス級原子力潜水艦に匹敵し、091型に比べ性能性が飛躍的に向上したと見られていたが、今回のことでその限界を内外にさらしてしまった。海外の反応です。中国のこのタイプの潜水艦は騒音がすごいからな、お前ら中国製に一体何を期待してるというんだ、マーメイドインチャイナなら何も驚くことはないよな、中国人は何をしてもうるさいんだな、かっこ笑い。中国はロシアから買った時代遅れのものを改造して使ったりしてるからな、中国はおそらく潜水艦にスクーター用のエンジンを使用しているんだろうね、だから中国は潜水艦用にトヨタのハイブリッドエンジンを導入するべきだよ。中国海軍は物量では優位にあるけど、テクノロジーの面では圧倒的に日本の方が優位だよね。中国は日本の自衛隊にあっさり探知されたことで欧米の水準に追いつこうと努力はするだろうけど、その溝を埋めるのは大変だろうな。日本はロシア艦隊を壊滅させたこともあるし、アジアからイギリスを追い出し
真珠湾攻撃ではアメリカの艦隊も沈めてるからな。当時のナチスドイツとソ連の軍事力を比較してみなよ。当時のドイツ軍はソ連軍に数では劣るけど、技術の面では優れてた。それでもドイツは負けたんだからね。戦争は結局は数で勝つんだよ。中国軍の兵器の質は想像以上に低いよ。全部が全部そうではないけど、基本的に日本の自衛隊の方が質ははるかに上だからな。日本の双竜型潜水艦はこの世界で最も静かでハイテクな潜水艦として有名だよね。ちなみにソ連も1985年に日本から潜水艦用の機器を購入してるんだよな。ソ連は日本から何を買ったの？ソ連が購入したのは東芝製の旋盤だよ。当時のソ連の潜水艦のプロペラはあまり静かじゃなかったのさ。東芝機械国務違反事件、共産圏へ輸出された日本の工作機械により、ソビエト連邦の潜水艦技術が進歩し、アメリカ軍に潜在的な危険を与えたとして、日米間の政治問題に発展。日本は怒らせたらダメな国だよな。日本人の反応を紹介します。原潜の役割は本国から遠く離れた場所にミサイルや魚雷を運ぶことであって、静かに潜航することじゃない。本気で西欧製を求めるなら通常動力型を作るだろう。もちろん西欧製はあったことには越したことじゃないが、それをどうこういうのは若干ずれてる。29日、報じた。知ってる。オリンピックの年はうるう年だよね。これは、うるさい艦を見つけさせて、静かな方は逃がす通常等手段だよ。最新鋭で、ハイテクの艦は、じっと情報収集視点の、サクレに展示してる潜水艦もスクリューは展示用だもんな。あの辺りの磨く技術がミソなんだろうな。中国人は想像しいから離れててもすぐわかる。日本の自衛隊が使われているステルス戦闘機も日本と米のレーダーに探知されるか試すように飛行訓練しているんじゃないのか。日本の領海に侵入したらすぐ沈めてしまえばよいんだよ。配慮する必要なないだろ。日本が同じことしたら絶対に撃ってくるぞ。静かな潜水艦を作っても中でチャーハン作るからバレちゃうぞ。日本の軍事費や規模は小さいが、島国ならではの海での戦闘力は世界ではトップである。軍事費や数だけの質が悪い兵力では勝てない。神風精神がない腐った国には簡単には屈しないよ。これとっくにわざとだとバレたろ。つうても潜水艦だけじゃなく、哨戒機や海底探査網との連携だけどな。君の言う原潜は本来海中に秘匿する核ミサイルサイロだが、長期間の作戦行動が前提だからこその原子力通常の攻撃型も多少の
騒音より超時間選考のメリットを取ったが、現在は通常動力型でも2週間程度の連続選考が可能になり、静粛性が高い分だけ原子力管を戦術的には凌駕するレベルになった米国は、すべての型の潜水艦を原子力化したため、通常動力型を現在のレベルで作ることができず、正直焦ってるよ。つまり米国の後を追いで原子力化してる以上、中国も同じことになる。攻撃型という点で言えば、ずれてるとは言えない核ミサイルキャリアと比較するなら、君の言う通りだけどね。093A 型は静粛性を向上させたのが売りの最新型なんだが、 W 目立つ標的におびき寄せて別の場所で作戦してるんだろう。中国の潜水艦が自衛隊のイージス艦の後ろつけてて、後ろ見たら潜望鏡がひょこって出てたって話がなかったっけ。雨のイージス艦も水上の貨物船に気づかずぶつかるくらいだからな。評判ほどの性能がない可能性がある。中国の数を脅威とする思想がいまいち理解できない。時間が経つにつれて技術の進歩は加速する。中国軍の兵器、器資材の性能から部隊運用の練り度も向上していく。日本の法改正が進まず現状維持でぼんやりしていれば、やがては本物の脅威になるだろう。テスト結果を報告される前に沈めるべきだったな。軍事力もゴールのないマラソンみたいなものだからな。技術の慢心は禁物だよ。物量では圧倒されてるんだから、常に進化していかないと中国に侵略されるよ。できたら核保有してほしい。北朝鮮の核兵器やミサイル開発に日本のスパコンや大学が関わっていたらしいから、日本の国立大学には防衛に協力させる必要がありますね。原子力潜水艦の弱点は長期間の潜航能力に欠けるところだ。定期的に浮上して酸素を取り入れなければならない。しかし日本の最新 A ディーゼル潜水艦は1ヶ月以上の新深度の潜水航行が可能であり、原子力潜水艦がやむなく酸素吸入のために定期浮上する際に魚雷で狙い撃ちが可能である。でも航行時のスクリュー音が中国人観光客並みにうるさく、アピールの抜群の中国の源泉はなぜか憎めない。かっこ笑い。日本が誇る双竜型潜水艦、その潜水艦のデメリットを豪州が指摘しているのを発見しました。その次に韓国がこれに反応、少し見解が違っています。最後に日本人の意見を掲載しています。楽しんでください。海外の方が
どう、そう、流型潜水艦を考えているのかが、わかります。一時同化率が低い。コリンズ級は、58人乗りなのに、そう、琉球には65人も必要。乗組員不足に悩まされている潜水艦の立場では、人員の過剰消費は致命的。2、そう、琉球の生活空間は、毎級春市、補給潜水艦より狭い。3、そう、琉球は4200トンなので大きいように見えても、これは水中での大きさで、基準排水量は2900トンに過ぎない。コリンズ級の基準排水量は3100トンで、水中では3400トンだ。結局、実質的な生活空間は、コリンズ級の方が、総琉球よりも広い。4、コリンズ級は、乗組員1人に1ベッドを実現している。全乗組員が一度に食事をすることができる食堂も完備。そう、琉球にはこのような設備はない。護送琉球の内部空間は、日本人の平均身長160センチメートルを基準に設計。そのため、平均170センチメートルのオーストラリア人には、非常に狭い。6航続距離が短い。コリンズ級は1万1000マイル。そう、琉球は6000マイルしかない。そして巡航速力もカメラ。7出力が小さい。そう、琉球は、ディーゼルエンジン2機を合わせても、3900馬力に過ぎない。コリンズ級は6000馬力に達する。これは予備の2000馬力を除いたものだ。このような批判を受けた日本は、そう、琉球の全長を90メートル以上に延長して、生活空間の不足を解決し、リチウム電池を追加し、29SS に採用する新技術を前倒しで取り入れる決意をする。新型の吸音タイルや振動低減装置、オーストラリアの気候に合わせて再調整するなど、その他にも、ベッドサイズをオーストラリア人に合わせ170センチメートル以上のサイズに変更。女性用の専用スペースも追加。炊飯器を取り除き、パン用オーブンの設置。アルコール飲料のための冷蔵庫の追加。そして、そう、琉球には洗濯機が搭載されていないが、オーストラリアは、乗組員用の洗濯機追加を要求していた。それでは韓国人のコメント。そう、琉球は基準排水量と水中排水量の差が1300トンもあるんですね。そういえば KSS-3。島山安正弘級潜水艦も乗組員は50人程度ではなかったか。水中排水量が3300トン程度で居住性は、そう、琉球の方が KSS-3 よりも悪いだろう。もちろん居住性は潜水艦の革新的な性能ではないが、それでも居住性が良ければ、
乗員の戦闘に対するモチベーションや作戦可能期間などに密に関係してくるので、ただし収益時期を考えると KSS-3 は日本の次期潜水艦と比較しなければならないだろう。蒼龍級は輸出したことがないので性能の詳細が明らかになっていない。基本的な武器の性能は置いておいたとしても個人的なプライバシーを何よりも重視する西欧諸国には絶対に売れないだろうね。ベッドなど居住スペースを改造するなら全体を再設計しなければならないだろう。絶対に簡単ではない。日本の蒼龍級が脱落した最も最大の原因はオーストラリアと日本の潜水艦運用の違いが大きい点だ。日本は水中でじっと待機して敵潜水艦を待ち伏せする使い方に特化しているが、オーストラリアではそのような使い方を考えていない。日本の潜水艦はなぜ基準排水量と水中排水量の差があんなに大きいのか。日本の潜水艦は潜航深度がとても深い。だから潜航するためのタンクの容量が大きいんですよ。日本は基準排水量であり、私たちは水中排水量です。2900トンは基準排水量です。基準排水量と水中排水量の違いは、検索すれば出てきます。それは、日本の潜水艦があまりにも重いからです。潜水艦は、タンクを水で満たすと水中に沈み始めます。日本の潜水艦はとても重いからタンクの容量を増やさないと浮上できない。日本の潜水艦がなぜ深く潜航できるのか、その秘密がこれです。日本は深く潜るために船体を分厚い特殊鋼鉄で作っているので、だから重いんです。重くなった分浮力が必要になるのでタンクが大きくなる。だから基準排水量と水中排水量の差が大きくなるんですよ。深く潜れるのは日本の金属技術が優れているわけでは絶対になく、単純に分厚くしているからです。私たちも日本と同じ厚さにすれば同じだけ深く潜れる潜水艦が作れます。オーストラリア海軍の元潜水艦艦長が書いた記事を読んだことがあるが、やはり日本の潜水艦とオーストラリアが求める潜水艦は追求する方向性に違いがあると書いてあった。日本は待ち伏せ、オーストラリアは長期間の哨戒、迅速な機動、これだけ求めるものに違いがあれば脱落するのもうなずけます。あと日本の軍需産業の競争のない体制が兵器の質を落としているという記事も読んだことがあります。日本の反応はこちらです。ごいけど、さすがに今時160平均はないな。縮んだジジババならともかく、それ以前に対して
潜水艦運用も経験ない国に的を置いた問題点が挙げられるとは思えんけど、現役自衛隊員から離れるだろうが、全人口で平均してみたらジジババ人口の方が圧倒的なんだから、案外的外れではないかもしれんぜ。 W 妬み、そねみ、ひがみ、羨み、嫉妬、超えることのできない壁早く、人間になりた、辛い願望の裏返し。まあ、日本の潜水艦が、時代遅れで、人数が多いのは事実。以前、呉の潜水艦博物館に行ってみけど、内部は、アナログな景気ばかりで、とても古臭かった。確か、日本は世界最高のロボット大国だったはずでは。人数が多ければ、それだけ酸素も限られるし、居住空間が必要になるのは当然のこと。ちなみに、北欧の潜水艦など乗組員が20人程度で運用できている。ソースは、間違いだらけの自衛隊兵器カタログ。こんな程度の性能なら、韓国から潜水艦を輸入した方がいいのでは？博物館に置いてるような古い潜水艦を見て、内部機器が古臭くて時代遅れとか言ってるのは、さすがに草。日本が進んでるか遅れてるかはともかくとして、そんなあやふやなソースで、下り顔批判は逆に恥ずかしいぞ。くれってことは、鉄のクジラ感か？それなら、時代遅れってのは正しい指摘だな。なんせ、あれ35年は、前の潜水艦だからな W。というか、一般公開しても問題ないような、古い潜水艦と今の潜水艦の技術が同じなわけないだろう。不道理。展示してある空き紙、お方は1983年寄港ですよ。バカを晒しちゃいましたね、かっこ笑い。あと、乗組員20名とか言ってるけど、沿岸任務用で、長期ミッションなどは想定していない潜水艦と、外洋での長期航海も想定している潜水艦を比べるのがナンセンス。後者の通常型潜水艦との比較だと、コリンズ級と比べても多いのは確かだけど、これは自衛隊の運用規定によるものが大きい。具体的には、自衛隊の潜水艦は、装置が故障した時のために、ほとんどの系統を自動と手動の2パターン用意しているなので、自動装備が失われた時でも手動で、動かせるための人員を確保している。些細な故障で、即大事故につながる潜水艦だからこそ、最高の安全レベルを追求している結果、ロシアの潜水艦などは、まさに装置故障即浮上負荷という事故を何度も起こしている。分厚い鉄板で船体を作れば、基準排水量が重くなるだけなんだけど、韓国人はおそらくトンという単位の意味を分かってないんだろう。というか、分厚い鉄板を使えば、単純に深く潜れるというものでもない分厚い鉄板を使う重量が増加する、浮力を確保するために、船体が大型化する。大型化した分、分厚い鉄板を使っても、かえって水圧に弱くなる。という関係になっている、
深く潜るためにはむしろ軽くて強い鋼材を使用しなければならない。だからソ連などはチタン合金を使用するというとんでもない荒技でアルファ級を作った。チタンは吸音性が最悪なので深く潜れる以外はいまいちな性能で、その深く潜れるというのもソ連なので話半分という噂ではあるが、それに潜水艦技術で韓国人が持ってきたソースの指摘してる部分って極秘なとこは普通公表できないし、公表されたら敵に戦略立てられちゃうからね。これはどこまでが信用される部分なのかわからないとこもある。オーストラリアがこういう運用をしたいと言ってきてるのに、対応してないものを売り込むことは普通しないし、その運用に適した内容に修正可能って回答だけだと思うけどね。それを性能が不備だからあれもこれもこんなスペックであれもできないこれもできないなんだろうで書き立ててるライターがいたのかもしれん。通常買いたいと言ってる国でも潜水艦技術は国の防衛に直接関わるからほぼ極秘で聞かれても答えられない。相手の運用を聞いてそれに合わせたものを作るという話しかできない。その中で競争相手との比較はコスト面と長期運用だけだ。そう、竜の武装を見ると最高深度がとんでもない深さかもしれないって。アメリカ実際潜水艦に速さが必要なのか隠蔽性を重視した方がいいのかは国の判断だわな。イージスシステム遅いから手動でやりたいとか、変態軍人のいる日本だからシステム的にどうなんだろうな。オス、案内役の東条麻香です。今日も元気に。今回も気になる記事を見つけました。南シナ海での水蒸気爆発、もしや原子力潜水艦が海底で爆発したのではないかとの発表もありニュースとなっています。これに対してネットの反応も伝えていきますね。スプートニクからの記事を時系列で読み上げていきます。11月22日11時頃、米海軍の駆逐艦は20から21日、中国が領有権を主張する南シナ海の海域近くを航行した。ロイター通信が米軍報道官の話をもとに報じた。第7艦隊報道官は、中国の過剰な権益の主張に対抗する航行の自由作戦を行うために、駆逐艦がパラセル諸島とミスチーフ州の海域を航行したと語った。中国空母、遼寧。中国初の国産空母、科学調査実験と訓練のため、南シナ海へ向かう。中国は、パラセル諸島やスプラトリー諸島、スカボロー礁をめぐって、ブルネイやベトナム、マレーシア、フィリピンと領土紛争を行っている。2013年末以降、中国政府は、これらの島々で人工島の建設やこれらの地域の拡張・開発に関する大規模な治水・建設作業を行っている。米国と日本は海軍基地や軍用飛行場への変化を含む軍事目的で利用される可能性がある陸地の区画を中国が形成しているとして非難している。11月22日18時頃、南シナ海で TNT 艦山で
最大20キロトン相当の水中爆発が記録された。21日、ハルターナーラジオショーが海洋モニタリングサービスの情報をもとに報じた。現在伝えられている情報によると、爆発はモスクワ時間02時22分、日本時間08時22分に約50メートルの深さで発生した。消息筋は、爆発後に中国沿岸部と台湾で放射能レベルの上昇が記録されたと主張している。センサーが爆発による強い衝撃波の発生を記録したという。なお、地質調査所は南シナ海の同海域で地震が起こった可能性を排除している。メディアは定期的に同海域にいる米海軍の原子力潜水艦の一つで爆発が発生した可能性があるとの見方を示している。なお、この情報は今のところ公式には確認されていない。11月23日2時頃、ロシア消費者権利保護福祉分野監督庁は、放射能事故に関する発表から、南シナ海地域の放射能環境のモニタリングを強化した。発表では、環境モニタリングのグローバルネットは、この地域で放射能レベルの上昇を観測したことが確認された。機関は、ロシアに対する脅威はないと強調した。以前、巨大水中爆発に関しては、米国のラジオ局ハルターナーラジオショーが軍の情報筋を引用して報じた。軍の情報筋がポータルサイトに語ったところによれば、事故は深さ50メートル地点で発生し、その威力は TNT 換算で中から最大20キロトンと推測される。情報筋によれば地震は除外されているという。この地域は恒常的に米国の潜水艦が往来していることが報じられている。この規模の爆発が実際に発生していた場合、潜水艦1隻が損害を受けたか、潜水艦が同地域を離れざるを得なくなっていたと指摘がされた。公式にはこの情報は確認されていない。それではネットの反応です。仮に、原潜の原子炉事故だとしても、20キロトン級の核爆発は発生し得ない。また、CTBT に署名している中国が国際法に違反してまでも、公海上で、搭載核兵器の爆発実験を実施するとは考えがたい。そもそもニュースソースが怪しい。本当だったら、沖縄も危ないよね。はっきりした。続報欲しい。南シナ海 TNT 最大20キロトン相当の水中爆発記録。2019-11-21日、消息筋は爆発後に中国沿岸部と台湾で放射能レベルの上昇が記録されたと主張。南シナ海で原子力潜水艦が爆発か。原子力潜水艦が爆発。南シナ海で原子力潜水艦の爆発があったようだ。海洋汚染が心配だ。生き物の生態系に影響が気になる。南シナ海で米軍原子力潜水艦が爆発の可能性。誤報だと言いだがや。南シナ海で TNT 換算20キロトン、広島原爆15キロトンより上だが、現代の核にしては、小さい数字に思える相当の水中爆発があったようで、米中どちらかの原子力潜水艦じゃないかと。台湾や中国沿岸部で放射線の値が上昇したとか。フェイクであってくれ。今、YouTube で見たが、南シナ海で核爆発らしき爆発があったと。周辺海域では異常な放射線を感知しているらしく、爆発規模はTNT 20キロトン級、震度 50M ということ。この情報の詳細が知りたい。実験なのか暴発なのか？この情報は、11月22日、午後11時17分、EST 時点です。やはり、
憶測は憶測を呼びますね。私もこの記事は気になるところです。実験なのか原子力潜水艦の事故なのかはわからないでしょう。ドローンなども出てきてる状況、海底でのドローンが開発されていてもおかしくないのでは。もっともこのニュースの詳細が世の中に出てくることはないでしょう。バレたくはないのですから。今日はありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。